患者さん、診察するよ。患者さん、血圧異常。お客さん、心臓の音変ですよ。怖い怖い。これ何これ。虫歯見るよ。怖い。はい、熱測りますよ。まずストーリーモード。はい。じゃあ名前は。ね。顔のタイプは。おお、いっぱいある。これの方がいいんじゃない。これも。これいいね。うん、いいね。目の色。目の色は。水色。いいねこれ。はい。髪型は髪型は最初の方がいいよね。これね、はい、これね、はい、髪の毛の色は、うん、おお、茶色でいいじゃない最初の、ね、うん、ね、はい、はい、じゃあこれで決定。決定。おお、すごい。一応の小児科のナースになれるように頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう、うん、おお。第1話、今日から私も憧れのナースさん。いいねー、頑張りましょう。見ましょう。やりましょう。お、ここは今日からあなたが働く病院です。そろそろ新人さんが出勤してくる時間だけど。はい、じゃあ最初のミッションは。最初は、あ、そこに誰かがいる。うん、じゃあ話しかけよう。あ、ここだ。こんにちは。こんにちは。あなたもしかして、今日から働く新人のナースさん。あなたが今日から働いてくれる新人さんなのね。院長から話は聞いているわ。私はこの病院で医者をしている花咲美玲よ。よろしく。おー、花咲美玲。はい、花咲美玲さんですね。予定通りの出勤時間ね。かわいい名前ですね。完璧な出勤だわ、はい、あなたには今後とも完璧なお仕事を期待してるわよ。おー、よろしくお願いします。よろしくね。よろしくお願いします。じゃあ早速お仕事をしてもらおうと思うんだけど、その前に制服に着替えましょう。お、ロッカーに案内するから私についてきてちょうだい。ロッカーに行きましょう。ロッカーに行きましょう。ロッカーに行きましょう。おー、ついていこう。ついていってる。ここにあなたのロッカーがあるから自由に使ってね。それじゃあ早速着替えてみましょうか。うん、ぴったり。おー、かわいい。これで完璧なナースだわ。すごい。制服に着替えたことだし、お仕事をお願いしようかしら。そろそろ診察が始まる時間だから、あなたは患者さんの案内をお願いするわ。任せてください。頼もしいわ。それじゃあ、まんまだ。頑張ってね。案内をしよう。はい、お、まずはこの子。お、あっちあっち。あ、この子この子。あ、この子いいね。いい子選んだね。あ、ここの診察室だね。うん、だね。
おー、いいね。おー、いいね。30点ゲット。この子センスいい。あー、違った。違うよってパナー。あ、お矢印が出た。矢印。あ、この子だ。この子だ。うん、ここだよ。ここだね。ここ。おお、30点すごいね。一流のナースなれるね。なれるかも。なれるかも。ここだ、ここだ。同じ速度。早く時間があるからね。うわあ、左の上に時間があるからね。はい。あ、ちゃかちゃかちゃ。ここだ。あ、またここね。はい、また早く早く行こう。早く早く早く、すぎすぎすぎ。あと残りわずかだよ。時間ないよ、もう。お客様よ。もう時間ないよ。はいはい。当てた。行こう行こう行こう。はいはいはい。スタンプゲットしたね。うん、うん、ハートの形だった。おお、このスタンプをたくさん集めるとナースとしてレベルアップしていきます。いいね。レベルアップ走れるようになるのかな。一流のナースを目指してたくさんのスタンプを集めましょう。集めましょう。集めましょう。お疲れ様、とっても助かったわ。ありがとう。 お疲れ様って来た。お疲れ様です、ミレイ先生。え、誰？お、イケメン先生じゃない？今日からこの病院で働いてもらう新人のナースさんよ。この人は私と同じこの病院で医者をしている一ノ瀬幸喜です。一ノ瀬さんですね。あ、かっこいい。かっこいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃ、幸喜先生、新人さんをマリさんナースステーションまで案内してくれないかしら。ナースステーション。うん、ちょうど用事があったので構いませんが。ごめんね、私はまだお仕事があるのよ。翼くんに新人さんのサポートをお願いって伝えておいてもらえるかしら。翼くん。わかりました。翼くんって誰だろうね。うん、うん、誰。わかりました。はい、じゃあ次。それじゃあ早速行こうか。ついていこう。ここがナースステーションだ。おお、綺麗。すごい。あれ、コウキ先生。誰？その人はもしかして。コウキ先生。新人のナースでーす。そうなんだ。俺もナースで、神山翼って言うんだ。あ、翼くんって神山さんですね。いい名前ですね、みんな。男性でも看護師はナースって言うんだよ。知ってた？だから男性でも君の先輩になるのかな。はい、これからよろしくね。ミレイさんが新人さんのサポートをしてほしいって。なるほど、わかったよ。翼、あとは任せた。オッケー。じゃあーナースのお仕事について説明するね。ナースというのは病気になっている人を治療してあげたり、お話をして不安をなくしてあげたりして、おお、不安が照れてる。元気になろうっていう頑張りを手助けするお仕事なんだ。手助けの方法はいろいろあるんだけど、君はどんなナースになりたいのかな。いろんな治療ができるようになりたいです。行きました。うん、そうだね。患者さんに元気になってもらうことが一番大事だよね。病気にかかった患者さんには不安になっている人もいると思うんだ。そんな患者さんの心と体のケアができるように頑張ってほしいな。ケアっていうのは手助けをするって意味なんだ。覚えておいてね。それじゃあまずは入院している患者さんたちの様子を見に行ってみよう。あ、子供が見てる。ここが入院している患者さんの病室だよ。お仕事中は患者さんたちの体調をこまめにチェックして適切な治療やケアをしてあげることが大事なお仕事なんだ。それじゃあ患者さんに話しかけて様子を見てみよう。あ、これ。お、カズマさん体調が良くないみたいですね。
あー、体調良くないね。看病する。お、注射打とう。注射痛いよ。すごい。どんなミニゲームだろう。はい、よい、スタート。スタート。ゴムを引っ張ろう。おお。赤いところまでかな。ね、いいね。おお、上手。パーフェクトだ。パーフェクト。あ、濡らして、濡らして。あ、丸になった。はいはい。で、ここに注射を打つ。せーの、の。おお、パーフェクト。痛いけど我慢してね。76点。終了。終了。終了。はい、頑張りました。おお、196点。完璧。おめでとう。完璧だー。すごーい。すごい、完璧。お、体調。おお、よくなったね。はい、うん。ナスタンプ2個。ゲット。はい、いいね。またハート型だ。はい、お疲れ様。お仕事はうまくできた？はい、バッチリです。バッチリだ。さすがだね。さすが、マリさんです。マリさんだね。もしお仕事がうまくできなくても、他の先生たちがちゃんとサポートするから、安心してお仕事にチャレンジしてね。安心。君がお仕事を頑張ってくれたから、患者さんの具合が少し良くなったみたいだね。今みたいに入院している患者さんのケアをして元気にしてあげようね。お、お昼休みだ。お休み。じゃあ今日お昼ご飯何食べようかな。お昼ご。そろそろお昼休みの時間だね。ちょっと休憩しようか。お疲れ様。誰？あ、君が新人のナースさんだね。ミレイ先生から聞いてるよ。はじめまして。福士優です。優。いい名前。うん。ここの病院では保育士をしてるんだ。よろしくね。え、保育士？なんで？珍しいですね。この病院は小児科に力を入れている、たくさんいる子供たちのために保育士がいるんだよ。僕のお仕事は入院中の子供たちの身の回りのお世話をしてあげて、入院中に少しでも楽しい時間を過ごせるように病気に合ったケアをしてあげることが僕のお仕事なんだ。すごい。一緒に頑張りましょう。うん、子供たちが笑顔でいられるように頑張ろうね。僕はナースさんと違って治療をしてあげることができないから、ナースさんたちに子供たちの様子を伝えることが大切なんだよ。お休み中にごめんなさいね。あなたに院長から電話が来てるんだけど。院長から電話来た。緊張しますね。緊張しなくて大丈夫よ。それじゃあ変わるわね。ハロー。Good morning。新人のナースさん、はじめまして。私が院長だよ。今アメリカにいるんだ。アメリカ国際電話だ。すごい。君には一流のナースになって患者さんたちを元気にしてあげてほしいんだ。よろしく頼むよ。頑張ってね。いい仕事だ。院長は病院にいないんですか？さっきアメリカにいるって言ったじゃん。世界中に病院を作るためにいろんな国を回ってるんだ。あ、なんで病院にいないよね。そうよね。直接会えないのは、残念だけど。ったことがあったら、いつでも電話してきてね。すごいな。おっと、長話してしまったね。それじゃ、グッバイ。グッバイ。それじゃ、あとの時間はお昼休みにしましょうか。うわ、やったじゃん。ご飯食べられる。みんなと、そうし、お昼休みを過ごしました。みんなとね。おお、あっという間に終わりましたね。どうぞ。お昼休みは。はい、午後の仕事も頑張りましょう。それじゃ、午後のお仕事を始めよっか。午前中のお仕事の他にも、ナースのお仕事は治療の準備をしたり、病院をきれいにしたり、いろいろあるんだ。ということで、このお仕事をお願いね。あ、二つのお仕事があるんだね。おタップ、タッチね。はい。はい、タッチしよう。スタート。スタート。おお。これは、ここ。おお、すごい。すごい。これは、ここ。おお。ね。これかな。これかな。お、正解。正解。
おお、いいね。早く早く。交代。ハネちゃん、スピードアップ。早く。バネ。スピードアップ、スピードアップ。バネバネ。おお、いいね。おお、いいね。はい。はい。うん。これと緑緑緑。そう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 。早い早い、次次。次次。はい次。はいはいはい。どれどれどれ。はいはいはい。はいはい、そう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 、この調子。はい。はい早く。緑緑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 おお、マリさん、お疲れさん。おお、マリさんってもう一回来たね。今日は初めての日だから、お仕事はこれくらいにしておこうか。おお、初めての日だからね。家に帰って、いっぱいやってもいいよ。ゆっくり休んでね。うん。それじゃあ、ゆっくり休んでね。また明日。また明日。うん。はい、次。おお。はい、夜になりました。はい、支度。で、ソックス、お、ソックスなしにしてるんだ。はい、じゃあこれからもっと頑張って給料をもらったらショッピング行きましょうね。ショッピング、何か買おうよ、ショッピング。じゃあ明日のお仕事行きましょう。次の日、はい、4月2日2日になりました。お仕事、お仕事楽しいね。みんな、おはよう。これから朝礼を始めるわよ。朝礼だ。え、朝礼？ちゃん、朝礼わかる？朝礼。朝礼は初めてだったわね。そう。一日の始まりと終わりに朝礼と終礼というのがあって、挨拶するよ。その日の予定や出来事を報告するの。院長がやるはずだったんだけど、病院にいないから私が院長の代わりに朝礼をしてるのよ。大切な報告もあるからよく聞いてちょうだいね。はい、お世話さん。今日の報告を始めるわよ。難しそうな選択肢。もうみんな知ってると思うけど、今日から本格的に働いてもらう新人のナースさんよ。今日から、今日から、よろしく。よろしく。一緒に頑張ろうね。みんなイケメンですね。ケアをお願いするわ。翼くん、昨日に引き続き新人さんのサポートをお願いね。わかりました、任せてください。いや、よろしくね、翼さん。これで朝礼は終わりです。今日も一日完璧にお仕事しましょう。頑張りましょうね。それじゃあ早速患者さんたちの病室に行こうか。あれ、あの子何か困っていることがあるみたいだね。様子を見に行こう。困っていることあるみたいね。俺た患者さんが困っていることがないか見てあげることも大切なんだ。え、大切なんだね。おお。だるいのかな。うん。お薬がないみたいだね。ああ、薬。このフロアに患者さんのお薬が置いてあるから、取ってきてもらってもいいかな。はい。ね、このフロアのあの机の上にあるんだ。大丈夫。行けばすぐにわかるから。じゃあ。ヒントある。あ、本当だ。あ、ここだね。調べる。調べる。お薬をゲットしました。先ほどの患者さんに近づいてきました。まっすぐだね。あ、ここだったんですね。はい。じゃあ、病気は治しました。お。おー、なんか少しだけ治ってきたね。うん、元気にちょっとなってる。バッチリ。今みたいに患者さんが困っていたら様子を確認して困っていることを解決してあげてね。うん、入院用の着替えを補充してあげたり、困ることを確認することは大事だよ。ベッドのシーツを交換してあげるのもナースのお仕事だよ。はいはい、一流のナースを目指して頑張ってほしいな。もうちょっとだね。それじゃあお仕事の先生たちにお手伝いすることがないか聞いて。お仕事をしよう。見るか、一瞬。え、階段？え、階段？下に行けるの？まさか。あ、1階にも行けるんだ、すごい。あ、そこ2階だったんだ。あ、先生たち1階にいるね。あ、先生だ。すごい。お、この先生のところ行きましょう。はい。あの
ったじゃない。忙しい忙しい。イケメン先生だね。私、あれ、おお、びっくりマーク、お仕事あるじゃないですか。びっくりマーク、お、翼くんだ。マリさん、ちょっといいかな。翼先生だ。もし手が空いていたら道具の補充をお願いしたいんだけど。いいですよ、ありがとう。はあ、じゃあお願いするよ。おー、いいね。難しくなっていく。おお、違う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 、3つね。おー、いいー、90点。90点、いい感じ、いい感じ。それじゃあこの仕事どう？楽しい。はい、次はマップの左の上に行ってみよう。今日も頑張ってるね。頑張ってるよ。調べる。何？遊びたいけど今はお仕事中だ。そうだね。そうよ。もうすぐ5年終わるから、あ、大丈夫だね。はい、今は大丈夫。3歳なんだ。3歳、かわいい。まだちっちゃいね。うん、包帯巻こう。包帯巻いてあげて。骨折してるのかな。よーい、スタート。ほっ、おパーフェクト、すごい。ぐるぐる、お、矢印をね、重ねるね。はい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 、ぐるぐるぐる、キラン、おお、キランキランキラン、お、パーフェクト。お、あ、カネちゃん、ちゃんと見てよ。まあまあじゃん、まあまあじゃん、パーフェクト狙ってよ。いい感じ。あー、54点。まあまあ、まあまあだね。まあまあだね。何点、何点？168点。おー、いいね。完璧、完璧、おめでとう。おー、ありがとう。うん、次、お、隊長。おー、もう少しね。もう少し笑顔になる。はい、スタンプは2つ。仕事は行く。お疲れ様。お疲れ様。お昼休みの時間になったから休憩しようか。休憩しよう。お昼休みは仲良くなりたい人に話しかけて一緒にお昼休みを過ごすと楽しいお昼休みになると思う。もちろん患者さんのケアをしていてもいいけど、無理のしすぎは良くないよ。せっかくだから今日は俺と一緒にお昼ご飯を食べようよ。俺と一緒に誘われた。どっちかな。いいですね。いいですね。もちろんいいですね。はい、いいですね。ありがとう。はい、君と仲良くなりたかったから嬉しいよ。お、ハートが出てきた。ハートポン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 。あ、いいね。ラブラブ踏んでからハートマークが出ると、ラブラブじゃねえっしょ。信頼度が上がります。ラブラブじゃないよ。うわー、うわー。それじゃあお昼ご飯にしよう。信頼度が高くなると今日は、うん、秘密の話も聞けるかもって。スペシャルサンドイッチだよ。スペシャルサンドイッチ。時間がない時でもすぐに食べられて元気になれるんだ。はい、全部入り。全部入り。何、でかい。このぐらい。はい、次。はい、あ、とても美味しいサンドイッチをいっぱい食べて元気になりました。それじゃあ午後のお仕事も頑張ろうね。頑張ろう。はい、口全体入った。お昼休みやっぱり早いな。うん、ね、一瞬で終わるね。おお、元気だった。イエーイ、おめでとう。おめでとう。おお、3枚もらったよ、スタンプ。もしかしてこの子大事だよ。みんなのおかげで完璧な一日だった。イエーイ、イエーイ。はい、はい、明日は完璧な一日だったね。お休みの日なのでゆっくり休んで。お休みの日、休むときはしっかり休む。それが完璧なお仕事をするコツよ。それではお昼ね。お休み前のお給料もらえるよ。お給料もらえる。ない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 。ねえ、教えてよ。お、いくらいくら？あ、ナーススタンプ。あ、ランクアップした。おお、お、500。お、500G。 はい、お給料の合計は3800円。 G もらえた。持っているお金、持っているお金、14300G。 すごいね。すごい。お、ねえ、お、なにこれ。ピカピカ、新人だ。
せっかくのお休みだし、町を見て回ってはどう？おお、いいね。お洋服が欲しい。あ、マリちゃんお洋服好きだよね。そう、見に行こう。はい、それなら、キュンキュンに行ってみるといいわよ。キュンキュンって何？キュンキュンお店の名前？あ、そうだと思うよ。いろんなお洋服があるから、おしゃれを楽しむといいと思うわ。おしゃれ大好き。そうだ、ちょっとスマホ借りるわね。どういうことですか？スマホ借りちゃダメです。検索ですかね。ここに登録してっと。急に登録しないでください。この町にあるおすすめのお店を登録しておいたわ。あ、登録して、あ、いいね。ありがとう。後でお店からお知らせメールが来ると思うから、お知らせメールもあるんだ、すごいね。それじゃ、良い休日を過ごしてね。お疲れ様。はい、自宅に帰ってきました。メールが来たみたいです。おー、メール、はいはいはい。かわいい携帯。あ、ヘアサロンの店も。へー。髪型を変えたいときは、ぜひヘアサロンの当店。新しい髪型を入荷したときは、メールでお知らせしたいと思います。いいね。お客様のご来店をお待ちしております。いいね、いいね。お、メール他の店から、キュンキュン、あ、キュンキュンから来たよ。ファッションショップね。新しい服が欲しいんだから、はい、当店の。あ、おお、新しい服。レンボー服かな、虹色服かな。どれであればお早くあるの。お、じゃあ行くか。キュンキュンに行こうよ。キュンキュンね。はい。おお、かわいい。おー、はいはい。あ、かわいい。あ、あ、試着できるじゃん。え、これ欲しい欲しい。はい、待て、上の2つも見てみよう。おー、これもかわいい。これもかっこいい。で、これが、あ、緑もいいね。ファッションがあるぞ。あ、さっきと、さっきの青バージョンだね。うん、どれ欲しい？これだよね、絶対。うん、これ？これだよね。これ欲しい？これも欲しいよね。じゃあ、どれ？ピタ、ピタ、これだよね。そう、これ。じゃあ、買うね。はい、これ買うね。あ、いいじゃない。あ、じゃあ次、ボトム行こっか。はい、そう。おー、かわいい。すごい。でもやっぱり一番下の方がかわいいよね。うん、おはようございます。あれ、はい、買っちゃった。お、これいいんじゃないですか。お、かわいいね、これ。おー、これかわいい。色がない。もう。お、これがいい。待ってね、全部見終わってからね。じゃあ、これだね、マリちゃん好きなの。お、いいね、これだよ。買ってもいいですか。うん、はい、せっかくのお給料が、うん。うん、そうだね。はい、買っちゃおう。うん、はい。おー、かわいい。ショッピング終わりましたか。はい。あ、はい、まだ髪型。あ、髪型は、そうそうそう、ここじゃできないからね。そう、戻って。おー、かわいい。給料がたまったからヘアサロン行こう。うん、行く、行きたい、行こう。おー、はい、新しいのある。かわいい。おー、かわいい。おー、どれ、いい、どれにする。これ注射ボブ？そう。オッケー。これこれ？うん。ショートヘア？そう、ショートヘア。マリってしよ。いいね。あとは何にしようか。あとは。あと、じゃあこれ。あとカラーチェンジもできるよ。え？え、何今これ？これ何これ？噴水テール。噴水テール。噴水。おお。外ハネシュート。ショートね。いや、噴水テールやってみよう。面白い。買おうか。うん、買おう。うん。2個買った今。うん。いいよ。じゃあ、カラーチェンジもする？あ、カラーチェンジ。うん。新しい色ないね。じゃあ、イエローにしようか。いやだよ。無理。あ、じゃあ、どっち？ねえ。ピンク？うん？ピンク？ピンク？無理。そのままにしといて。あ、そのまま？ブラウン？オッケーオッケーオッケー。じゃあヘアサロン終わったのでショッピングもう一回行きましょう。はい、じゃあファッションショップ行ってみよう。キュンキュン。はい。キュンキュン。うん。あ、これ新しいのじゃん。そう。じゃあ。おお、かわいい。おお。一番高いやつ選ぼう。一番高いやつ選ぼう。あ、これ。一番下、一番下。ブランドいくつ？一番下。多分一番字のやつあるかな。一番字。おー、ない。2510は一番高いよね。2510。これ2510で何すか。おー、これにする。上は、おー、おー、どれがいい。どの2つに。イエローもある。ピンク買ったし、どっちする。じゃあイエロー。
イエロー。やっぱり緑。グリーンにする。あ、でもこれも可愛いね。じゃグリーンにする。これがいいんじゃない？これね、これいいね。スカートも買おう。私。おお。可愛いんじゃない？次。これもいい。いい感じ。お、これとこれ合う。あ、じゃあこれも買う。あ、買う？買う。買う。買う買う買う。これちょっと似合うね。これ買ったね。うん。ブラックちょっと見る？うん。ブラウニー、うん、これいい。あ、これいい。あと、靴シューズいくか。なんで英語でシューズって言うんだ。シューズって書いてあるか、うん、シューズでしょ。あ、かわいい。もうこれ持ってるよ。持ってないよ。長靴はいらねえ。かわいい。これかわいい。皆さん、お給料がたまったらこんなにいっぱいの服を買えますよ。まあね、全部着た。すごい、このゲーム面白い。皆さんもぜひやってみてね。はい、ということで今日はピカピカナース物語小児科はいつも大騒ぎを遊んでみました。イエーイ。彼ちゃん、やってみてどう？楽しかった。うん、一流のナースになりたいです。うん、マリちゃんは？ゲームは失敗したけど楽しかったね。スタンプもめっちゃ溜まって嬉しかったです。ね、ミニゲームは失敗したけどね。成功は？失敗のもと。違う。失敗は成功のもとです。このゲームの詳細情報についてこの動画の概要欄をチェックしてね。チェックしてね。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。